バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピです。 FM ビノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してますシンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイはですね、ちょっとお声がカピカピのヨーコがね、最後まで皆さんとイチャイチャできたらなと思っておりますので、温かいお耳でお付き合いください。よろしくお願いいたします。最近ですね、ヨーコお友達ができまして、はい、パパイオくんというねライオンさんなんですけれども、パペットさんなんですね。私の右手をね、彼のお腹の中にキュッと入れましてお話しするんですけれども、まあね、子供だけじゃなくて大人の方にも人気でございますよく最近、あ、声優もいけるんじゃねみたいなねそう、ハッピーなことを考えておりますが、 YouTube 通していろんなことをしたいなとね思っているんですけれども、なかなか動き出せずにいるのかもしれないし、動けているのかもしれませんがね、まあ、新しいこともいろいろしていきたいなと思いながら、一日一日を大切に過ごさせてもらっているのも、まあ、年齢を重ねられたからなのでしょうかね。まあとにかく、よく今クラウドファンディングね、7月31日まで、今日はもう皆さん七夕ですよ、七夕。星に願いをの日でございます。今日は鹿児島、ちょっと雲があるかな、でも晴れている方ですね。いつもさ、七夕はきっとこの雲の上で織姫さんと彦星さんがね、仲良くね、時を過ごされているんだろうなという日を迎えておりますんでね、今日はもしかしたら沖縄とかね、もしかしたら天の川が見えるかもしれませんね。今日の1曲目は、ヨーコで花、お聴きください。進化主導輝く願いが二人を結んでいる。雨の降る朝、この衣に袖を通した夜には晴れるだろう。風に揺れる女心、化粧をまとい豊かみにかんざし刺して、心は空を渡る。指折り数えて涙した日々に、何度も星を眺めてこの想い飛ばす。お聴きいただきました曲は、ヨーコで花でした。この歌詞はね、七夕をイメージして、ぜひ歌詞を書いていただけないかなと、シンガーソングライターの先輩いちほさんというアーティストさんに一緒に考えていただきました。そして曲はサウンドプロデュースでお世話になってるイッシー、ギタリストのイッシーだったんですけれども、このね曲、バンドで生演奏でね歌う時もめちゃくちゃかっこいいんですけれどもね、今年は何回バンドで歌うことができますかね。実は来週7月15日、花金でございますよ。
鹿児島の新しいシンボル、センテラス天文館にてイベントがございます。夕方4時30分から夜8時まで、もう3時間半、意外と短いけれどもとても濃い時間になっております。私の地元秩父市にあります若潮酒造さんがね、振舞い酒をなさって、ひよこは今のところ5時45分からと7時からこの2ステージで花金の天文館通りを盛り上げたいというイベントでございます。ピアノは北園真由美さん、ギターは一志、3人で音時間お届けする予定ですので、ぜひ足を運ばれると嬉しいです。お酒飲めるよって方はね、公共機関を出してね、若潮さんの美味しい焼酎ぜひ飲んでいただきたいです。陽子も飲みたいです。陽子は歌い仕事しろって感じでございますけれどもね、沖縄の方もね、まだまだ間に合いますからね、航空券取っていただいて遊びに出していただけると嬉しいです。陽子はですね、お酒大好きなんですけれども、今なかなかね飲むことができずにおりますが、ぜひそんな陽子の目の前で見せびらかすように楽しんで飲んでいただけると幸いです。星に願いもの今夜ですけれども、七夕ね、皆さん今夜は何を召し上がるご予定でしょうか。うちの母がですね、最近ドクターコパさんのドクターアーちゃんということでですね、よく風水のね記事をね送ってきてくれるんですけれども、今日はね天ぷら食べるといいらしいですよ。まあね、なぜかなーっていうのをちょっと忘れちゃったんですけれどもね、まあとにかく皆さん天ぷらもいいらしいでさ、子供さんがいらっしゃるご家庭はそうめんとかね、あと押し寿司とかにちょっと映えるんで食べられるご家庭もいらっしゃると思うんですけれども、おそうめんをねするとき私もいつも天ぷらあげます。そうめんのつゆとね一緒に天ぷら食べると美味しいんでね、それもおすすめの一つではありますけれども、まあ、とにかくねパワーがあふれるらしいので、今夜天ぷらおすすめでございますよ。そしてまた今日はちょっと告知多めでございますが、陽子新しいデザインの T シャツを販売予定でございます。今回はですね、陽子のロゴが胸に刺繍で入ったバージョンをお届け予定でございますので、まあちょっとね、もうちょっとかな、もうちょっとしたら陽子が自分で着た T シャツをどうですかって言ってね、 SNS 上で販売開始できたらなと思いますので、ぜひそちらも楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。そして何よりクラウドファンディング今月末までなのでね、よし気合い入れて、今ね 7% クリアですからね、残り 93% 追っかけてやる感じだよ、肝心なところで噛みました。残り 93% 必要でございます、クリアまでね。なので頑張っていきたいと思いますよ。引き続き応援よろしくお願いいたします。今夜は七夕ということなので、甘いラブソングをお二人にお届けしたいと思います。お聴きください、陽子でスイーティー。愛してるずっとずっと I will love you forever ever。 こんなに愛せるって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部私だけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないから、thank you。
守り続けよう。愛してる、ずっとずっとあなたに愛されて強くなるこの世界ごと守れちゃうくらいに愛してる。お聴きいただきました曲は、ヨーコでスウィーティーでした。この曲はね、ギターと歌のシンプルな曲でございますけれども、まあ、歌詞がゲロ甘い。そうそうそう、本当ゲロ甘い。ヨーコね、初めてウェディングのモデルをした時に、まあ、その頃はね、多分ね、まだ結婚もしていたし、娘も幼稚園生とかだったかな。だけどウェディングドレスはね、自分は着たことがなかったのでね、とてもワクワクしてお仕事を引き受けましたね。で、鹿児島でね、トップのヘアメイクさんがついてくださってね、おお、この方々有名なコンビじゃんと思ってお仕事させていただいたんですけれども、その時のね、メイクさんがね、自分でね、こう、まあ、ご自身でさ、まあ、お仕事されたか、私の顔はその方色に染まってるわけですよ。で、その私の顔を見て一言、うわー、ゲロかわいいって言った。そうそう、もうその日以来、え、ゲロってそういう使い方なのと思って、そう、すごく上品な方だったんですけれども、いきなりね、スイッチが入ってね、私を褒める際にゲロかわいいって言われて、まあ、私のこの顔立ちって可愛いって言われるよりかっこいいとか綺麗ってね、まあ、言っていただくことの方が多いんです。まあ男性よりね、かっこいいって言われること多いと思う顔をしてるんですけれども、陽子はね、まあ、その私がよ、可愛いの最上級ゲロがついたっていうのはね、まあ人生の思い出なんですけれども、たまにね、いるわけよ、もうめちゃくちゃゲロ可愛い子が、思わず言っちゃう私で、このエピソード伝えると、まあ、みんな喜んでくれるんですけど、まあできればね、めっちゃ可愛いとかそれ以上の言葉ね、ゲロを使わないで伝えられたらね、いいんですけれど、まあなかなか難しいですね。はい、最近ね、ヨーコまたお店しませんかみたいなお声かけいただいたりするんです。ヨーコね、自分がお店をするならね、もうバニラスカイでバーバニラスカイみたいなね、名前をしたいなーってこのラジオを始める前からね、思っておりましたが、ヨコがさ、お見せしたら皆さん遊びに来てくれる？結構ね、なんか楽しいと思うんだよ。ざっくり。まあヨコもね、下積み時代ね、まあ、今も下積みと言われたら本当そうなんですけれども、下積み時代が長くてね、なんせお母さんもしてるんでね、まあご飯も作れますし、飲み物も美味しいものを提供できます。なので、まあその飲食に関してね、楽しみにいらしていただけたり、あとどうせならミュージックバーがいいでしょ。カラオケを入れるか入れないかはちょっと分かんないけど、でもさ、楽器が演奏できてね、え、で県内外どこから来ても楽しめる場所なら、やっぱり天文館なのかなと思っちゃう。まあ、よくもね、もう今年35になりましたんでね、娘も大きくなっていて、いろいろ考えると、鹿児島にね、お店という形で拠点を持ったまま東京ドームコンサートを目指して動いていくのも一つなのかなと。で、お昼間はね、子供たちがさ、 YouTube 撮るためのスペースとか作れたら、それはそれで素敵なんじゃないかなと。歌の先生をすることによって多くの方に出会えますからね、まあ、それもいいのかなとも思っております。なのでね、ヨーコバニラスカイミュージックチームでね、そういう拠点を構えて過ごしていくのも面白そうだなと思いますんでね、ぜひちょっと妄想の世界にお付き合いいただけませんか。メッセージ欲しいの。来週、あ、ヨーコがお見せしたら私こんな感じで手伝うよとか。旦那さんとね、毎月ご褒美でデートで遊びに行くよとかね、
いやいや、陽子メイド服着て接客するでしょうとかね。まあそんな感じでね、面白くね、そうそう、お付き合いいただけると嬉しいです。ではここで最後の一曲お届けしたいと思います。鹿児島のとあるクラブに行きますと、まあね、最も高級なクラブなんですけれどもね、鹿児島で。まゆみさんが私の楽曲を演奏してくださってます。ということはよ、ヨーコが歌わなくても、ヨーコの曲もう一人歩きしちゃってるっていうことでございますね。もしかしたらどこかに行くと、イシーがギターでヨーコの曲演奏してくれてるのかもしれません。そういう形でね、誰かが誰かの楽曲を愛してくれて演奏してくれる、もうこれって奇跡だなと思えてならない毎日です。人生のご褒美です。なので、どこで聴けるのか知りたい方は、ぜひ、横につながるメールアドレス、バニラスカイミュージックのメールですね。バニラスカイミュージック .japan@gmail.com までメッセージください。毎日に感謝したい気持ちを込めて、横より、アンフィニッシュドストーリー、お聴きください。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、場所探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下大切な思いは時間をかけて受け継がれてく、続いてく。何度立ち止まっても今は皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。そうそう皆さん、8月
もうあっという間に来そうですけれども、8月13日はようこ久々の夏祭り。夏祭り何着ようかな、水着着ようかなとか思っておりますがね、詳細は近々 YouTube にてアップいたしますので、ぜひそちらもチェックください。ようこのオフィシャル YouTube YOKO ようこ鹿児島で検索していただきますとヒットいたしますので、こちらもチャンネル登録ご視聴よろしくお願いいたします。あ、というか今日最後のゲストちょっとお呼びしましょう。イシ、こんばんは。こんばんは。七夕ですね。七夕ですよ。なんか書きましたか、短冊に。私はね、もうとにかく東京ドームコンサートしたい一色でございます。いいですね。はい、僕はもうアントースト食べたい。アントースト食べたい。買って差し上げますよ。それ叶いますよ。叶うかな。だから甘いのが欲しい感じですかね。そうそう、私も石井さんも今日声カピカピなんですけれども、うん、ちょっとね疲れが溜まってますよね。そうですね。ですがね、私たちもう楽しい制作期間でございますからね、うん、はい、皆様にお届けする新しいアルバムね、初の、そう、初のカバーアルバムスタートですからね、はい、ぜひね一家に10枚ほど。あ、いいですね。そうそう、というかさ、石井さん、はい、あの石井さんのギターって、はい、いい音色じゃないですか。こう、何か魔法使ってるんですか。うん、例えばギターの弦をめちゃくちゃ高いの使ってるとか。いや、そういう、まあ普通です。普通か。はい、僕はエリクサーっていうのを使ってます。エリクサー？エリクサーっていうメーカー。ああ、なるほど。なんか好きなんですよね。なるほど、なるほど、はい。そうなんですね。はい。じゃあ普通のギターは何ですか。え、普通のギターっていうのは？例えばめちゃくちゃ高いギターとか、ヤフオクで売ったら桁違うよみたいな。いや、そんなギターの。そんなギターの何ですか、うん、だから高いギターを使って高い弦を使ったらギターが上手くなるのかなみたいな。いや、そういうわけじゃないですね。なるほど、なるほど。そうなんでね、楽器は。じゃあさ、石さん、はい、どういうふうに志してそんなにギター上手くなったんですか。いや、単純に、うんうん、ギターを上手くなりたいって思って仕方ま練習してますよ。1日何時間も毎日やってましたね。そうなんですね、やっぱりね、うん、プロになるためにはこの時間練習したらなれるみたいな、ね、そういうのあるのご存知ですかね、皆さんね。あるんですね、そういうのが。ありますあります、うん、あのですね、うん、弁護士さんは1万2000時間と結局、うん、この仕事をするにあたって、まあ、大学行って大学院まで行ってとか、まあ、あるわけですよ、うん、でこのくらい勉強するとこの資格を得れますよっていうのが計算方式であるんですって、うん、でどの仕事よりもミュージシャンになるには時間がかかると言われてまして、うん、2万時間は最低かかるらしいんですよ。2万時間かかるってことは1日8時間こう練習しますとか皆さん言いますよ、うんね、ちょうど高校卒業したくらい、うん、なので専門学生大学生とかでもうこれってクラシックされてる方もジャズされてる方もポップスの方もね、もうとにかく皆さんおっしゃるのが1日7、8時間練習してそれを何年かしてっていうで計算するとやっぱり2万時間以上なんですよ。私の周りのプロの方々の今までの練習量を測るとねそんな感じなので、やっぱりねそういう時間をかけないといけないって、まあ、ある程度プロになるにはどうしたらいいんだっておっしゃりますけど、まあ、皆さんミュージシャンになりたい方最低2万時間練習してみてください。そんだけ練習するともう先はどんどん見えてきます。うん、うん、うん。ん？ん？あ、ごめんごめんごめん。そうそう。まあなぜこんな話をしたかというとね、私がね今まで七夕の短冊に歌手になりたいとかミュージシャンになりたいってそればっかり書いてたなっていう思いからね、ちょっとイッシーがいらしたので最後の最後にイッシーが来てくださったので思わずね。この話を、ね、皆さんにお伝えしたくなっちゃったっていうね、うん、まあ、ただそんだけの話です。お、やっぱり夢を見て生きていこうってことですね、はい、そうなんでございます、はい、ということはね最近計算しているのが、ようこどうしたら東京ドームコンサートできる、うん、これはねお金の計算になりました。お、そうなのでね、まあ、宝くじが当たってちょっとね税金対策やら、うん、まあ、税金はね、まあ、なんていうの、まあ、いろいろかかる時はかかるでしょうけど、まあ、とにかくこのお金どうにかしたいって方、ようこが見事にコンサートでお手伝いしますよ。はい、ということでね、皆さんもね素敵な夜を引き続きお過ごしいただきたいなと思います。そして来週は妄想ね、皆さん分かってます？
陽子がバニラスカイというお店をしたら、どんなことをしてほしい、どんなことを私はするよという妄想の時間、お付き合いください。よろしくお願いいたします。今週も皆さんめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。石井様ですよ。はい、はい、今日のゲストっぽいゲスト石井でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、せーの、バイバイハッピー。